はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。パワープルアプリやっていきたいと思います。ひきょりくんやっぱ間違えるよね。このひきょりくんでですね、 SR ガチャ券をね、獲得したということで、まずはね、トクの iPhone からやって、で私も SR ガチャを引くというね動画をやっていきたいと思います。早速どうぞ。はい、引きたいと思います。ガチャン。これってどういうところから出るのかな、一通り出るのかな。多分そうだと思います。そうだよね。頼む。さあ誰。チャライチャライって割とこういう時に出るよね。俺も何回か出てさ、何回か出てかけてるもん。そうっすね、カズさん何回か、チャライくんは。あ、でもスペシャルタックボーナス高いんですね。うん、やる気も高い。うん、まあブレインで悪くはないですね。うん、いやー、いまだにブレインでやり続けてるもんな、徳はな。帰りの電車とかでもずっとブレインだもんな。ブレインしかやってないし。俺今日はあれ、これを撮った後に黒金の、動画撮ろうと思ってるよ。あ、本当っすか。サクセス。うん、天才使って。マジっすか、天才っすか。天才使おうと思ってる。使うんすか。うん、まあどういうキャラできるかわかんないけど、そのひきょりくんでさ、あの天才入部届もらったから。はい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 、はい、天才入部届けのストックがあるから、もうこういう機会に使おうと思って。え、カズさんストックあるんですか。今ね2個ある。珍しいですね。珍しい、すぐ使うじゃんという感じです。 PR ガチャ券とか引いちゃえば。いや、これ大事に、これ全部大事に食べておきます。なんでなんでなんで。上限解放とか、うん、あとライチ復刻の時に、ここぞっていう時に使います。来ないだろ。まあそこまで、ここは我慢っす。すごいね。ちょっとひきょりくんも見せてよ、どんな状況。はい、割と、うん、これでいいんですよ。うん、カズさんよりちょっと進んでるんですよ。ああ、ほんとだ、俺よりちょっと進んでる。これ今何町っていうんですかね、うん、これまたちょっと教えてもらおうよ。ほんとに読めないよね、俺ら漢字。でもこれ読めないですよ。これ読めないですよって言ってるけど、ここに住んでる人たちは普通に読めるんだからね。いや、そうですよ。だから北海道に住んでる人は分かると思うんですけど。いや、だからそれは違うよ。俺らの一般教養がないだけだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。だって日本人だよ、知ってろよって話やん。いや、でもこれ読めないですね。俺さ、海外行ってたじゃん、はい、いろんなとこで。例えば日本のことをすごい好きな人とか海外にはいるわけよ。はいはい。で、その人が知ってて俺が知らないことってよくあったの。で、よくあるのが漫画。はい、はいはい。なんで、まあ、あんた日本人でしょ、なんで知らないのってよく言われてた。あ、だから多分ね、俺らがいけない。そういうことなんですね。はい、でもだって俺この感じ初めて見ましたよ。見たことありますこれ。ね、俺はねえちょ全然読めない。じゃあカズさんで繋ぎましょう。はい、じゃあそういう感じで。まだ抜くなよお前、ここで抜いたら止まっちゃうから。はい、気をつけてよ。じゃあそんな感じですね、今ここから私の iPhone に変えるんで一回止めます。はい、私のね iPhone に繋ぎました。じゃあ早速引いていきたいと思います。お願いします。どこだっけ、あれない。ああ、まだもらってないですね。そうだそうだ、ここだね、 SR ガチャ券。何狙いですか。俺ね、ちっちゃいですか。須藤。ラー。プライオンだからさ。確かに。もうなんか新しいキャラでこいつっていうのは今そこまでいないんだけど、はいはい、まあ北斗とか欲しいけど出ないじゃん。はい。うん、だからやっぱ上限解放っていうところで欲しさが出てくるかな。確かに。うん、次10%でしたっけ、試合経験で。うん、とかだったかな。ちょっと忘れちゃったけど。それは欲しいですね。解放させたい。頼む。ぐぐ。うん。おお、うわあ。すみかちゃーん。すでにプラゴ。すでにプラゴンパターンきたね。まあでもね、ミキサー要員として待ってていただきましょう。ミキサー。もう最近ミキサーねしまくっちゃってるからね。あ、そうなんですね。そう。僕の知らないところで。ちょっとできなさそうだよね。そうですね。そうですね。
いやスミカちゃんとか普通に欲しいけどな俺。スミカちゃんね結構いいよ。いいっすよね、うん、回復イベント結構いいよ。回復量多いんですよね。回復量安定的に毎回あのデートすると回復させてくれるから、はい、あとやる気も上げてくれるからさ、はい、安心できるいると。はい、という感じでかぶりでございました。うらやましい。まあまあ嬉しいよ嬉しくなさそう、うん、嬉しいよ。ミキサーしたいしまあちょっとねこの後あの公開できるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ一応公開する体で黒金商業高校ですかのサクセスの動画を撮っていきたいと思いますのでね、上がった際はぜひご覧ください。しましょうよ、失敗しても。そんなコメント来てたじゃないですか。来てたけどさ、まだダメダメサクセスも見たいみたいな、なんか。あ、そう、コメント来てましたよ。あ、そう、もうちょっとやる、絶対投げましょう、今週の一発。分かった。まあいい投手できると思うよ、ピッチャーで作ろうと思ってるから。そんな感じで、まあ、もう俺緊張してきちゃいました。なんでだよ。トクのサクセスもやろうよ。ああそうですね、俺も点差今、うん、3枚ぐらいとか。だから今週は、じゃあ私もあげるんでトクの、点差を使ったサクセスも公開するということでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。